点で判断してもらえば。フィリピンにいらっしゃる方からのご相談で、日本より高いものを知りたいですと、ことなんですね。まあ、例えば日本より高いものとしては、まあ、自動車があります。まあ、自動車はちょっと、ものによってなんですけども高めだったりします。日本よりも日本の方が中古が多かったりとかするっていうのもあるんでしょうね。選択肢の広さっていうところだと思います。あと医療費、まあ、医療費もですね、びっくりするぐらい高額になることもあるので、日本の場合もやっぱり保険っていうのがあるので、そこが違うかな、違いかなと思います。ただ日本 の、 国民保険とか使えたりするので、ちゃんと、フィリピンでもし怪我とか病気してしまったら、ちゃんとその診断書を持って帰ってですね、ちゃんとキャッシュバックを受けてほしいと思います。あと、まあ、和食とか日本食、まあ、これは当然ですよね。で、日本の製品も同じなんですけど、日本から輸入しているもの、まあ、ただ日本食でですね、うなぎとか出てきても中国産だったりするんですけども、まあ、基本的に日本から取り寄せているものとかですね、そういうものは当然高くなりますので、フィリピンにいても、